やってまいりました。朝霧高原にあるイーハートオブの森、ボスボスさんありがとうございます。はい、じゃあ軽くまず足慣らし、体温めますか。初ですからね。これね、動画で いろんなところで見るんですけど、やっぱり映像では伝わらないですね。この山もこんなにでかいとは思わなかった。はい、今日のツーリストは後ろが 0.6 ぐらい、前が 0.7 ぐらいです。あ、クラッチ調整しなかったな。まあ切れるか、ギリギリ握り替えれば切れるか。なるほど。はい、あ、ここも結構傾斜があるんですね。なるほどですね。はい、よいしょ。そうね、はい、動画で見るとね、意外とやっぱりフラットに見えるんですね。うん、なるほど。ああ、ここも結構傾斜があるんだね。そう、意外と簡単に登ってるように見えるんですが、滑った滑ります。ここは、はい、危なかった。なるほど。まあ壊さない程度に。ああ、意外とあるんですね。なるほど。こんにちは。こんにちは。ああ、これはセカンドぐらいのがいい感じかな。なるほど。おお、これもなかなかの傾斜だね。はいはい。なるほどですね。あ、この丸太が、あの動画で見た丸太とあれか。そういうことか。なるほど。結構なあれがありますね。おお、これは降りるところがなかったね。ああ、ステップが当たる。ああ、ステップが当たっちゃった。よし。怖かった。怖かった。
この辺は結構ちょっと滑る感じですよ。はい。ああ、なるほど。ああ、これは滑る感じですかね。ああ、これ落ちる。これ落ちる。やばい。変なとこ入ってきちゃった。あ、ハンドルが当たった。なるほど。はいはい。いや、これ楽しいですよ。楽しい楽しい、うん、楽しい感じですよ。いい感じ。これ思いっきり練習できんじゃないですかね。ね。はい。大事に行きましょう。転ばないようにね。なるべく。で、こっちか。なるほど。はい、あれ、松尾さんどこ行った。あ、中入ってたら降りようと思ったら崖だった。あ、ね、意外と簡単そうで。ああ、そうじゃないでしょ。ですね。動画もっとねフラットだし、あのこの山とか、あのこの木とかもっとね細いと思ってた。そりゃそうですよね。うまい人が走ってる動画しか見てないんだから。なるほど、了解です。ちょっとこの辺でじゃあちょっと遊んでみましょう。滑るんだね。はいはいはい。いや、これでもねすげえ、おお、練習になるかもこれ。うん、いいな。まさしく求めていたものかもしれないですねこれね。うん、こうやってバランスを取りながら、行くっていう。なるほど。これもね、みんな簡単そうに上がってたけどな。簡単そうに上がってたけど、とてもいける、俺がいけるレベルないよあれ。なるほど。はい。うん、ちょっとガレもあって。なるほど。見てね、結構いけそうな感じだったんですよ。これはね、やっぱり映像で見るのとは違うっちゅうこったね。うん。
通に、お、危ない危ない、行くと、ああ、登るのね。登るけど、登るけどっていうところだね。よいしょ。下手くそ。下手くそ。わかんないからね、これ降りるっていきなり、あーやだね、これちょっと待った、これ俺はちょっと待った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 、俺はこれはやだよこれは行ったら転ぶやつだよ、これ。よし、これはこれはつるっといって転ぶやつ。うわ、粘土だよこれ、粘土。いや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 、斜めに入っちゃったね、これバレてんだね。楽しいっすよ、うん、めっちゃ楽しい。やばい、これ指が死ぬ指が死ぬ。いや、これは楽しいよ。なんかね、この周りが全部伊豆にって感じっすよ、うん、いや、すげえ。腕パン腕パンやばい。はい、午後の部スタート。カレー食べて、はい、ハンバーグカレーいただきました。うまかったですね。で、ちょっと休憩して、まあ後からね、来られてたあの、バイク乗りの方とちょっとお話しして、お、なんかね、GoPro のバッテリーがまだあるんだけどいいって言っちゃうんですよ。で、ちょっとバッテリー変えてきますので、はい、ちょっと当たってて、はい、さて、
この辺がふかふかなんですよね、これね。これね、ちょっとクラッチがね、言い訳ですけど、ちょっとね、街乗り用にね、遊びを多く取っちゃったんですよね。だから、握って、指一本で握るとね、ちょっと切り切れないんですよね。うん。よし、クリア。まあちゃんとまっすぐ入っていればグリップは全然問題ないですね、ツーリストはね。はい、なるほど。いや、もうちょっと上手くなりたいよね。いや、本当。正常に記録されてますか？決定的瞬間、本日、2回目3回目、はい、グリップが中に入っちゃったんで、あとミラーも緩んだんで、ちょっと今直しつけました。で、そこね、当たった瞬間にですね、ジョージ宮殿の USB ケーブルだけ吹っ飛んで、はい、今探しに来ました。だからその瞬間で、映像は壊れてなければ止まってるかと思うんですけど、いやー、もうちょっと上手くなりたいですね。ちゃんと練習しないとダメってことですね、やっぱりね。誰かのかまぼこ板が、あ、本当だ。はい、ということで、イーハートオブの森、一日たっぷり遊びました。ボソボソさん、すげえ、でけえ。でかい、最高っすね。理想の形ですよ、これが。ね、後ろにセーラーを積んで。いや、楽しかったですよ。うん。まあ、ちょっと、何回か転んじゃいましたけどね。うん。なかなかね、やっぱり、動画で見るのとは、やっぱり違って、傾斜とか、うん。デコボコはね、やっぱり動画だとどうしてもフラットに見えちゃうんで、見ている方もね、大したことねえじゃんって思うかもしれないですけど、俺がね、まあそこそこ、いいコースでしたよ。走り応えがありました。まあ他の方の動画でね、ここの辺りでこういう風にしようとかっていう、こういう風にして遊ぼうかなとか、ここのキャンバーで
ターン練習しようかなとかって思ってたんですけど、そうだからまあそういう意味においてはね、うん、思った、ような、練習はできなかったですけど、でもやっぱり勉強になりましたね。ちゃんとコントロールできてない部分と、自分がちゃんとコントロールできているところと、まあ、できていると思われるところとね、はっきり分かれた感じなので、まあ、勢いでねこう行っちゃうっていうのはそれでそれで転ばずにクリアすればそれはそれでいいんでしょうけど、なんかこうコントロール他に置いて、走りたいっていうね、ところもあったんで、まあそういう意味においてはちょっと、残念かなって思うところもありましたが、いやでもいい練習ができました、ボスボスさんありがとうございます。わざわざねセルを積んで、ここまで来て付き合っていただいて、楽しく一日遊ぶことができました。はい、ということで今日はですねちょっと何本にこれもまたなってるか分かりませんが、朝霧高原にある、イーハー東部の森という、まあ、トライアルコースということだったんでね、はい、トライアルコースというふうに言わせていただきますが、SL230 で、まあ、練習しながら楽しく遊んでみましたという動画でございます。はい、最後までご視聴いただきましてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。それじゃ。ミッションクリア。さて帰りますか。